玉城ティナさんは、本当にあそこまでの長いセリフを書かれていて、ものすごく聡明さも感じましたし、さあ皆様衣装もビシッと決められ一気に壇上華やかとなりました。脚本監督されました物語は、主演のルカさん演じる主人公のリナがモデルという設定なので、何か玉城さんに通じる重なる部分があるなと思ったんですが、モデルと限定したわけではないんですけど、表に出る仕事というか自分が経験したり想像できることっていうものをテーマにしたいなと思っていたので、その主演というか主人公の女の子はそういうお仕事をしている子で、実際に言われたことのある言葉もありますし、想像もしていたり、なんかこう私をリンクさせてみる方もいるのかなと思っていたので、そこは全然どのように受け取ってもらっても構わないと思っております。実はもともとは一番最初は違う作品、違う題材にする予定だったんですけれども、それがあまりこう短編向きではないというか、もう少し自分の中でこう経験を積んでやった方がいいものだなというふうに思ったので、書いていたものから、より短編向きで、そして一番初めの作品にふさわしいものを選んで今回脚本を書きました、ではもしかしたらその長編に向いてそうな作品というのは今後もしかしたら監督としてまた見せていただけるかも。そうですね、機会があれば、挑戦してみたいなと思っています。撮影はすごく悩んだっていうことはあまりなかったかもしれないですね。撮影の前後の方が準備であったり、こう編集は何回も頭の中で想像して何回もできるんですけど、撮影は1回しかなかったので、なんかやるしかないなっていう気持ちで腹をくくって、役者さんに任せてたんですけど、撮影自体はなので自分の中ではスムーズに行うことができました。玉城ティナさんは、本当にあそこまでの長いセリフを書かれていて、ものすごく聡明さも感じましたし、とても一つ一つの言葉に対してのやっぱり玉城さんのこう生き様みたいなものをすごく深く感じました、玉城さんの作品は僕の解釈が間違ったらすみませんね、僕なりの解釈なんで、すごく白い空間が時間の決められた芸能界のカゴみたいに見えて、そこにアート的な要素もあってすごく良かったなと思いました。ありがとうございます。今回監督に挑戦させてもらえて、自分の表現の幅っていうものがとても広がったなと思っております。感謝しております。ありがとうございます。